ございます。アスリートプラス番組ナビゲーターの一ノ瀬芽衣です。今日はトラック&フィールド陸上競技をご覧いただきます。実は私一ノ瀬芽衣もこの7月に陸上デビューをしました。久しぶりのレースの雰囲気や緊張感がとても懐かしく楽しかったです。さてその陸上界に日本代表として世界の舞台に挑むアスリートたちがいます。秋のシーズンが始まった陸上競技、世界を目指す学生アスリートに注目しました。立命館大学2年20歳の山本亜美、専門種目はトラックを一周する 400m ハードルです。面白いところ、私好きじゃないです好きじゃないです。まだハードルは怖い。いよいよ始まります、女子 400m ハードル決勝。先週の日曜日、大学日本一を決める日本インカレ、スタートしました。6レーンに山本、優勝候補筆頭。山本さん早くも少しですね、前の選手を詰めておりますので、はい、あとですね、さあバックストレートに入った青山学院の、青木さんも好調のようですね。山本青木がいいという見立て。さあ間もなく半分が過ぎます。残りは 200m。 青木さんがリードしているような感じですね、今のところ。青木先頭、その後ろ山本ですか。はい。さあ後半に力伸びがあります。山本さんが出てきましたので、さあ来た山本が来た、6レーンの山本が来た。この大会初優勝に向けて残りのハードルは2つ。山本先頭、6レーンの山本先頭。次が最後のハードル、トップは山本。さあ残りは 40m。 山本が先頭。山本が今インカレ初優勝を決めました。高校で日本一、そして日本選手権を2度制した山本、今欲しかった大学日本一のタイトルを手にしました。もう素直に優勝しか狙ってなかったので、嬉しい気持ちでいっぱいです。去年この種目は準決勝敗退、悔し涙の大会でした。去年の大会最終日、マイルリレー決勝、怪我でリレーメンバーからも外れ、トラックに山本の姿はありませんでした。立命館が来た、立命館が先頭に立っている立命館です。今3走の生き合いからアンカーの塩見彩にバトンが渡る。大会最終日、マイルリレーを制したのは立命館大学でした。喜びに沸く先輩や同級生、一生泣いてたんで、もう見えてないですもうずっともう涙がもうなってて、もうぼやぼや、もう何も、もうもう悔しい悔しい。母校に貢献できなかった悔しさ、リベンジの時が来ました。スタートしました、女子のマイルリレー決勝です。連覇を目指す立命館、2走の工藤が先頭争いに加わると、3走の吉岡がトップに立ちます。アンカーは山本亜美、トップは立命館、2番手に福岡大学、3番手中央大学。さあほんと差はありません。アンカー勝負になりそうだ。さあ今運命のバトンパス、立命館、中央大、福岡大学の順番です。先頭は山本亜美、立命館大学。さあバックストレートに入りました。トップは立命館、 400m ハードルでも優勝、
学は連覇達成です。喜びの輪、今年はその中心にいました。泣いちゃう正直300で勝てると思って回転が嫌です。うん、めっちゃその去年悔しかった思いしたからこそ余計日本一取れたのがすごい嬉しい気持ちで今いっぱいです。学生記録、日本記録、全ての記録を塗り替えたい二十歳のハードラーの野望です全部山本亜美ってなるように頑張りますこの後は関西出身の跳躍女子に注目です。筑波大学のキャプテン高羅彩香は兵庫県出身。園田学園高校でもキャプテンを務めたしっかり者。157センチと小柄な彼女ですが、弾むような跳躍力は10代から日本のトップレベル。ジュニアの日本代表としても活躍。自己ベストは4年前のこのジャンプ。高校タイ記録でアジアチャンピオンに。やっぱり一番は試合でこう勝つことの楽しさとかが好きです。もう容赦見られてるぞっていうぐらいの気持ちで飛ぶようにしてます。そして迎えた大学最後の日本インカレ、4回目の跳躍。記録は6メートル50。35年ぶりの大会新記録、そして高校以来の自己ベスト更新。本当に4年間自己ベストが出なくてすごい悔しい思いたくさんしてきた中で自己ベスト飛べたっていうことが本当に嬉しいです。学生で日本一になるだけじゃなくて秦選手目標にしてるのでしっかり食らいついていけたらいいなと思っています。三段跳び、武庫川女子大学の船田あかり。今月10日の日本インカレ、13メートル台を連発して臨んだ3回目。13メートル56でぶっちぎりの優勝。でも満足せず抱負を語ってくれました。自分は今日14メートル飛ぶ気で来てたのでちょっと悔しかったんですけど、世界をって言ったらちょっと大きいですけど、日本を出て海外でも活躍したいですできるかな。はい、頑張ります。こちらも兵庫出身、園田学園女子大学2年、棒高跳びの古林恵里。1年生だった去年、4連覇を目指し臨んだ日本インカレ。腰の痛みで優勝を逃してしまいます。あ、もう2位なんかと思ったらもう悔しすぎて、自分は気が強くてとにかく負けず嫌いなんで。ここから3連覇、そんな思いで臨んだ今年の日本インカレ。すでに優勝を決め、バーの高さは4メートル。1回でクリアするとさらに10センチバーを上げます。4メートル10も1回目でクリア。去年の雪辱を果たし会心の初優勝でした。ごめんなさい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。久々に腰の痛みなく楽しく棒高跳びができたことはやっぱり楽しかったし、こういう舞台で優勝できるのはやっぱりありがたいことだなって感じてます。まあ、これから試合もまだ続くので必ず今年は絶対ベストを飛んで4メーター20は必ず飛ぼうと思います。
もっと高く、もっと遠くへ。その先には無限の可能性が広がっています。